ベル8000は1950年代から60年代にベルエアクラフト社で生産されたロケットエンジンである。当初は B-58 ファスラ超音速爆撃機に核爆弾を搭載する目的で開発された。その後、アトラスロケット、デルタロケット、タイタンロケットの2段目のアジュナのエンジンとしても使用された。581機が生産された。 このエンジンは推進剤として混ぜるだけで燃焼するハイパーゴリック推進剤である非対称ジメチルヒドラジンと硝酸を使用することにより点火装置が不要だった。冷却系は V-25 以来使用されている再生冷却方式を使用していたがベル8000はユニークな冷却鉱の概念を採用していた。それは 従来の管を束ねるのではでなくアルミのブロックでできたノズルにドリルで穴を開ける方式だった。1959年から1987年までいくつかの派生型がアジェナ A、B、D で使用された。1966年以降はアジェナロケットより強力な戦闘ルに置き換えられ、ベル8000は他の用途では採用されずアジェナロケットと共に使用が減った。 アジェナに取り付けられたベル8048空中発射型ミサイルのエンジンとして始まり、基本的な設計は一貫して受け継がれ、宇宙時代の多様なミッション用の推進機として終了した。ありがとうございます。